様々な錠剤錠剤とは、有効成分、または有効成分に、不経剤等を加えたものを、圧縮形成などの方法により一定の形に、制した固形の製剤である。形態性に優れ、容易に一定量を取ることができる。この項目では、医薬品の錠剤についてもべる。取り扱いやすさや飲み込みやすさを考慮して、おおむね重量100、5 0 0ラム 直径 65mm ほどのものが多い。円盤型やレンズ型、竿形など様々なものがある。座薬や秩序は挿入しやすくするために矢尻型など特殊なものがある。素状には半分に割るための合戦が入っているものがある。通例、錠材には識別のための番号や記号が入っているが、素状は刻印、コーティング状は印刷で入れる。 錠剤は着色料で着色することができ。これは識別を容易にするが、タール色素の発芽性などが問題になったことから、近年は無着色の白い錠剤が多い。パキシルのフィルムコーティング上通例錠剤には有効成分の他に以下のような添加剤が加えられる。古くは有効成分に不経剤などを加えて練り合わせ伸ばしたものを一定の 形に打ち抜いて製造する、質製法があったが、現在は、打浄と呼ばれる圧縮形成技術により生産される。打浄には、混合した原料をそのまま、打浄する直接打浄法と、混合した原料を下流にしてから打浄する、下流打浄法がある。直接打浄法では、工程は単純になるが、原料の流動性が悪いと重量に、ばらつきが出たり仕上がりが悪くなる。 また、湿式で合わしたものを型に入れ乾燥させる、OD 状のような製法もある。以下に、一般的な下流打状法の工程を示す。氷量一時混合から有効成分、不経剤、結合剤、崩壊剤などを均一になるように混合する。増流古いすぎ引く下流の大きさを揃える。流形がばらつくと、錠剤の重量や有効成分の放出性などに影響する。 二次混合下流に、なめサワ剤を混ぜる。ある程度均一にする必要があるが、混ぜすぎると発水性のある、なめサワ剤の場合、錠剤の崩壊性を損ない、有効成分が放出されにくくなる。打上打上圧と速度が、品質に影響する。打上圧が低いと錠剤の強度が低下する。逆に高すぎると表面が割れて、剥がれたりする打上障害が起きることがある。 コーティング包装錠剤を流通させるのに様々な包装形態がある。錠剤は吸出したりすることにより成分が変質したり崩壊性が低下することがあるので容器には機密性が要求される。また医薬品によっては光により分解するものがあり、それらには遮光性がある包み剤が使用される。SP 包装や PTP 放送では切り離しやすいようにミシン目が入っていたが、放送から錠剤を取り出さずに服用してしまう事例があったことから、現在では一錠ずつには切り離せないようになっている。錠剤には次のような品質が求められる。先発品メーカーと後発品メーカーの医薬品では、有効成分が同じでもこういった品質に差があり、効果の出方が異なると言われてきた。 高発品の使用推進を目指す国では、高発品メーカーに先発品と同等の品質であることを示すことを求めている。取り扱いが容易で、一定量を容易に取ることができるという点で優れる。除法状などにすることにより、持続時間を調整したりすることもできる。散財などと異なり、外見で何の薬か識別できることも、長所の一つである。一方、 微妙な量の調整ができないこと、乳幼児や高齢者では服用が困難な場合があること、複数の医薬品を服用しようとすると量が多くなってしまうことなどが短所として挙げられる。また蛍光剤は一般に高校粘膜から吸収される舌下状などを除き、有効成分が消化管から吸収され、肝臓を通らないと全身血流に移動しないことから、 効果の発現までに時間がかかることと、消化液や肝臓での代謝により有効成分が変化し効力を失ってしまうことが短所となることもある。合戦で割ったテオドール素上合線のない素状や硬い、錠剤を割るための錠剤カッターの一例。フィルムコート状等の序方性が期待される錠剤には使ってはいけない。一般に錠剤を服用する際には十分な水で、 服用する必要がある。水の量は、錠剤の崩壊や溶質に影響する。また、水が少ないと、錠剤が陰頭などに張り付いてしまい、高濃度の医薬品にさらされた粘膜が潰瘍を起こしたりすることがある。錠剤を砕いてしまうことは、臭いや味のマスキング効果、除放性や徴用性などが失われてしまうので、避けなければならない。ただし、 口中で徐々に溶かしまたは噛み砕いても良いチュアブル状の他、均質な素状には合戦が入っていたり、必要量を調整できるようにしてある錠剤もあり、不明な点は医師や薬剤師に確認して服用する必要がある。錠剤を種子で割れるにはある程度のコツがあり、難しい場合は市販の錠剤カッターを用いると良い。ハサミやカッターナイフ等を使うと滑ってしまいうまく、 行かないばかりか怪我をする恐れがある。また、高齢者など、塩化の力が弱っている人には喉に詰まらせたり、する恐れがあるので、その際は水分を多めに取る、ぬるま湯と一緒に飲む、市販の補助ゼリーを使用するなどの工夫が必要である。高校粘膜からの吸収を前提としている、舌下状では、誤って飲み込むという抗成分は、消化液により分解されたり、 肝臓で代謝されるため効果を失う。ありがとうございます。